さあ皆さん、スノボダの青木玲です。さあ今日もやってまいりました、丸沼高原のサマーゲレンデでございます。まあ何がいいってのどかなんですよね。非常にのどかで、ちょっとね曇りなんですけれども、空気がとっても綺麗で過ごしてて最高だなっていう風に思います。さあサマーゲレンデブラシの上滑っていきたいと思うんですけれども、ブラシってエッジングが難しいじゃないですかね。雪みたいに噛まないからずれちゃうんですね。だからもうエッジング気にしないで、板ずれてもいいや、抜けるって転ぶのは嫌だけれども板ずれてもいいや、その代わりになるべく雪に近いように低い姿勢になってみようっていう風に、板のエッチング、足元気にしないでポジション整えに行くっていうビッテリーみたいな動きやっていきます。よいしょ。しないで、なるべく関節いろいろ曲げて低くなれたらいいなと思って滑ってます。止まるのが難しいです、ブラシは。はい、滑ってきました。っていう風に低くなるっていうのをまず優先して滑ってあげると、足元ずれるっていうのは、まあ、そもそもずれるもんだと思ってトライしてるからあんまり気にならないなっていう感じです。ブラシだと切っていく感じがそもそも感じづらいので、そういう意味ではとってもいい練習になるな、練習になるなって滑ってて思って、今滑り終わった動画を見てみたんですよ、自分で。そしてもうちょい不格好に映ってるかなと思ったんです。僕は板立てようとしない、インサイドにあんまり傾こうとしないで、ただただしゃがみ込むだけだからもっと不格好かなと思ったら、あ、そんないつもと変わんないなっていう感じがしたんですよね。あそこから、あの姿勢からもう少し、トーサイドにしてもヒールサイドにしても、あの関節曲げて低くなった姿勢が雪だったら、もう少し 雪雪面に近づくように、あの形のまんま傾きが入ってくると、あ、いつも普段雪で滑ってる時の、シルエットというか乗り方になるんだなっていう感じが非常にしました。思ったほど不格好じゃなかったですね。っていう風にポジションをしっかりと整える、これポジションっていうと姿勢とかちょっと堅苦しい感じがしますけれども、これ僕見てあまり不格好じゃなかったっていう印象を受けたので、これスタイルっていう風に置き換えてもいいかなと思うんですよね。かっこいいスタイルってなったら、やっぱり棒立ちでいると速度感感じづらいので、速度が出てるかっこいいスタイルってなったら、やっぱり低い姿勢っていう風になるんじゃないかなと思うんですよね。なのでエッジングとか角付けっていうのはとりあえず一回置いといて、板の上でどういう風になったら自分が思ってるかっこいいスタイルになれるか、それは多分いつもよりもさらに低い姿勢になってた方がスピード感に対してはマッチするポジションスタイルになっていくだろうから、スピード感のあるかっこいい滑りに自然となるっていう風になるんじゃないかなと思うんですね。でこれがブラシの上でもエッジがすごい遠いであるんだったら傾いてもいいし、そんなブラシ用のエッジなんか用意してないよって人は雪の上でそれをトライしてみたら面白いんじゃないかなと思うので、このエッジングよりもポジションっていう考え方を僕はちょっと大切に、このサマーゲレンデでも雪の上でも滑るようにしてます。ぜひとも皆さん共有してみてください。せっかくなんでそんなイメージでもう一本滑ってみますね。さあ本日2本目いってみます。
さあ始めてきました。今の滑りいいです。あのね、低くなるからあんまり怖くないんですね。ブラシにすごい近いところで滑ってるから臨場感があってすげえ面白いし、エッジをかませようとしないから、すごい極端に言うとものすごい低い姿勢ですんごい速く横滑りしてる感じなんです。ザーってずれてってる感じでも、こう多分見てる感じだと、あ、この人横滑りしてるんだなっていうふうには見えないと思うので、あの滑ってるフィーリングがカービングしてる感じよりも横滑りしてる時ぐらい結構簡単になるなっていう感じ。そのためには、あの高い棒立ちの姿勢じゃなくて、なるべくこうポジションを下げてあげるっていうのが結構面白い乗り方だなと思って、今日もまたサマーゲレンデ練習に勉強になりました。ぜひともエッジを使う、雪が降るまでは僕もちょっとサマーゲレンデもうちょい滑ろうかなと思うんですけれども、エッジングとポジションを取るスタイルとか姿勢っていうのをちょっと一回分けて、どういう風にテクニック組んでったら、どういう風にイメージ作ってたら面白いかなっていうのをまた研究していきたいと思います。それではまた、スノーボーダーの青木でした。